PSB ペットショップボーイズはイギリスのポップデュオ。ニール・テナント・クリス・ロー1981年にミュージシャン兼雑誌記者のニール・テナントと当時学生だったクリス・ローの二人。楽器屋で二人同時に同じキーボードに手を出したことより運命的なものを強く感じたとのこと。デビュー当初のユニット名はウエストエンド、その後共通の友人がペットショップで働いていたことから現在の名前に改名した。1984年にエピックからシングルウエストエンドガールズでデビューしたが、この時は売れず散々な結果であった。1985年にパーロフォンに移籍後、2曲目としてリリースしたウエストエンドガールズのポップアレンジバージョンが大ヒット、全世界で約150万枚を売り上げて一躍有名になった。この曲は日本で鈴木カルタス GTI の CM ソングに使われた。翌年には、ファーストアルバム、ウエストエンドガールズを発売し、全英3位とこれも、また大ヒット。その後も現在に至るまで数々のヒット曲を提供し続けている。1987年には、ニール自身の体験が元になっている、宗教的な曲、悲しみの天使や、ブレンダリーのカバーである、オールウェイズ・オン・マイ・マインドが、全英1位となった。ちなみに、後者は彼らの UK における唯一のクリスマスナンバーワンソングである。また同年にはニールのファンであるダスティ・スプリングフィールドと届かぬ思いでデュエットした。1989年には初のワールドツアーを行い、以降も精力的に活動している。基本的に歌詞はニール、メロディーラインはクリスが作成している。クリアなウィスパーボイスのボーカルと流れるようなシンセポップが特徴で、ダンスミュージックとして高く評価されている。また、全英映画の制作も行っており、ミュージックビデオやライブでの演出にもその映像的センスが見られる。ポップな曲調でありながら、歌詞やテーマに社会的事象への風刺を取り入れることも多く、前述の It's a Sin や1991年のソビエト連邦の崩壊にインスピレーションを受け、ミュージックビデオで社会主義リアリズム的をカリカチュアライズしたゴーウエストが有名。U2 のWhere the Streets Have No Nameをハイエナジー調にした上で、ボーイズタウンギャングがカバーした君の瞳に恋してるとのメドレーにするなど、その発想力が注目を集めることも多い。2013年発売のアルバムでは、ブルース・スプリングスティーンのザ・ラスト・ツー・ダイをディスコカバーしている。ボーカルのニール・テナントは1994年にゲイであることをカミングアウトしている。前述のヒット曲、Go West の原曲はメンバーに2名のゲイを含みながらも、まだ同性愛に寛容でなかったニューヨークを活動拠点としていた1970年代の音楽グループ、ビレッジ・ピープルがゲイのメッカであるサンフランシスコへの憧れを歌った曲であるほか、ペットショップボーイズのライブパフォーマンス自体にもゲイ的な表現が目立つ。ニールのカミングアウトについては、ゲイを公言している元ブロンスキビーとコミューナーズのジミー・ソマービルがイギリスのマスコミに、彼らはゲイのくせにそれを言わずにいいこぶりやがって、と発言し、それが流布したことからカミングアウトせざるを得なかったとも言われている。2003年にはベスト版ポップアートを発表。その中の一曲、フランボヤントのミュージックビデオには、金ちゃんの仮装大賞など日本の映像が使われ、話題を呼んだ。2009年にブリットアワードの生涯功労賞を受賞した。2013年、長年在籍していたパーロフォンから、コバルトレーベルサービスに移籍。同年6月に移籍後初となる、オリジナルアルバム、エレクトリックを発売。ありがとうございます。